ジョン・フランシス・ケリーは、アメリカ合衆国の政治家、元軍人。ドナルド・トランプ政権で、国土安全保障長官、大統領主席補佐官を務めた。アメリカ海兵隊の退役軍人及び、元アメリカ南方軍司令官で、現役時は大将であった。日本語表記では、バラク・オバマ政権で、国務長官を務めたジョン・フォーブズ・ケリーと同じく、 ジョン・ケリーとなるが、性のスペルと原発音が異なる。1950年5月11日に、アメリカのマサチューセッツ州ボストンで、アイルランド系アメリカ人、カトリックの家に生まれる。1976年に、マサチューセッツ州立大学を卒業する。1984年に、ジョージタウン大学で、国家安全保障の修士号を得て、大学院を卒業する。 1970年にアメリカ海兵隊に入隊し、ノースカロライナ州キャンプレジューヌの第2海兵士団に派遣され、1976年に軍装で退役した。大学卒業後に1976年に第2海兵士団に戻り、ライフル招待司令官、中隊副司令官、作戦支援士官、不評司令官を歴任した。1987年には少佐に昇格し、 大体の作戦担当責任者となった。2016年12月7日にドナルド・トランプ、次期大統領がケリーを自らの政権で国土安全保障長官に指名する見通しが伝えられた。2017年1月20日にアメリカ上院本会議はケリーを国土安全保障長官に充てる人事を承認した。2017年2月にケリー国土安全保障長官は メキシコ国境の壁の建設は2年以内に完成するだろう。準備期間は数ヶ月しかかからない。メキシコからの敵意についてはアメリカ国民の安全確保が第一であるが、メキシコと共通する問題についてパートナーシップを構築したいとインタビューで語った。2017年5月末にアメリカ国内を発着するすべての国際線でノートパソコンタブレット、 デジタルカメラなどの電子機器の持ち込みを禁止する可能性があるとケリー国土安全保障長官は述べたが6月13日にはすぐには必要はないかもしれないと述べている2017年7月28日にトランプ大統領はラインスプリーバス大統領首席補佐官を公決し公認にケリーを起用したと発表した2018年12月ケリーは 大統領首席補佐官を退任した。公認として、翌2019年1月から1年3ヶ月の間、ミック・マルバニーが代行を務めた後、2020年3月31日に、マーク・メドーズが新たに就任した。2019年10月に保守系メディアが主催する政治会議に出席し、大統領首席補佐官の公認探しにあたり、大統領に対して、 事実をあなたに伝えないような人物を採用するべきではないと忠告したと述べ、自分が主席補佐官を続けていれば弾劾調査にさらされることはなかっただろうと振り返っている。ありがとうございます。